こんにちは。今日はですね、伝送線路についてお話したいと思います。伝送線路と言いますと、結局は、出力と出力回路と、入力回路の間をつなぐ配線の話なんですけども、実際一般的には出力回路っていうと CD プレイヤーとかプリアンプとかパワーアンプとかがありますね。で、同じく入力回路っていうと、プリアンプとか、AC 電源とか、パワーアンプの入力回路がありますね。その間を、RCA ケーブルとか、なんかキャノンコネクタとかね、AC ジャックとか AC メガネケーブルとかね、そういったのでつなぐんですが、信号経路っていうと、そうですね、あと同軸ケーブルがありますかね。同軸ケーブルだと、BNC コネクタで接続して、波形を観測したりしますけども、実際、まあ、アマチュアだと、アマチュアかオーディオマニアだとすれば、RCA ジャックか、バランス型のキャノンコネクタでつなぐ、ケーブルになると思いますね。でも、どうしても、こういう線を使って、音のいい線を使ってね、配線して、メーカーの名前はあんまり言いたくないんですけど、このメーカーの線を使えば、音はバッチリだとか言ってね、接続しても割と、思いのほかね、改善しない場合があるのはやっぱり、アウトプットとインプットのね、マッチングがうまく取れてない場合にそうなりますね。思い通りにならないっていうのはそういうことが起きます。どうしてそうなるかっていうと、前にも言ったように CD プレイヤーとかプリアンプの出力っていうのは誤接続の ことを考えて、メーカーの方では出力に保護抵抗をつけてるんですね。その保護抵抗があまりにも大きくて、5キロとか10キロとか20キロがついてるっていう話がありましたが、例えばそれではね、ケーブルを変えてもね、もともと出力が弱いわけですから、音質が向上しない。ケーブルを変えることによって、音質が改善しないのは、まあ、当たり前っていうかね、普通なんですけども、あと音質を改善するために、例えば私なんかよくやるのは100オームぐらいの抵抗に変えてしまうんですね。そうするとその時の、出力は、駆動力が上がるんで、 RCA ケーブルを、がっちりね、駆動してくれるわけですよ。しかし受け手のパワーアンプのね、インプットの方で、受け手の状態が悪いと、信号がですね、出力した分が、ケーブルを伝わってパワーアンプの方まで行くんですが、そのパワーアンプまで行った信号が
戻ってきてしまうんですね。これ反射っていうんですけども、この反射が起きるとケーブルの中に低剤波が残りますので、その低剤波が音を濁らせるっていうか、はたまたノイズになったり、あまりいい影響を与えないっていうことですね。例えば、出口でアウトプットで10キロなら受けても10キロ、アウトプットが100オームだったら受けても、100オームというようなね、1対1の関係がデスパンですね。それとあとできれば最悪ですね、最悪っていうか、まあ、一般的にできることは、アウトプットだけをローインピーダンスにすれば、なんとかその、低剤波もね抑え込めるんじゃないかっていう考えがあって、で受け手の方はね、真空管アンプなんかだと100キロとか、500キロとかね、そういう、ボリュームがついて終わりっていう風なパターンがあるんで、そういった場合には送り手側だけね、10キロ20キロじゃしょうがないんで、プリアンプの出力をね100オームぐらいにインピーダンスを下げて、これ真空管のプリだと、100オームっていうのは無理なんですけども、オペアンプだったりトランジスタのバッファーアンプをかますことによって、100オームぐらいに下げることは可能なんで、そうやってね、プリアンプの送り出しを、強くすれば、もしマッチング不良でね低剤波が出てしまっても、なんとかその100オームっていうね強力なドライブ力で抑え込めるっていうふうな考えですね。しかしやっぱり理想を言えばね、1対1でつなぐ、例えば600オーム対600オームのバランス出力 でバランス入力で受けるっていうね、例えば600オームで受けるっていうね、そういうプロ用の PA 機器なんかではそうなってる場合がありますが、そういうふうにしてやるとね、条件が良くなって、低剤波も発生しないから、例えば50メートルとか100メートルとかね信号を引っ張っても、ロスなく、ノイズなく歪みなく信号が転送できると。ただ距離を引っ張ることによっての、ね、弊害っていうのはまた別な意味で出てきますんで、線の材質とか、前に言いました、信号線の材質ですね、被覆の種類とか、導線の種類とかね、そういったのでもまた音が変わってきますんで、理由を言えば考えたらねキリがないんですが、そういう感じで一応ベストな状態に追い込むためには試行錯誤するのにも基本的なね、なんか、考えっていうかね、分かってるといいかなと思います。